ベロヤルスク原子力発電所は、ロシアの原子力発電所。ソビエト連邦が2番目に建設した原子力発電所で、スベルドロフスク州のザレーチヌイに存在する。ザレーチヌイは原子炉上下町として作られ、エカテリンブルクから近い。ベロヤルスク地域にちなんで名付けられている。ベロヤルスク原発はロシアで最初に運用された、発電可能な黒塩原則炉の発電所だった。 現在は高速増殖炉 BN-600 と BN-800 が運用されており、合計で1464ムーを発電している。BN-800 は現在運用されている世界最大規模の高速中性白である。BN-600 の炉心は高さ1.03メートル、直径2.05メートルほどの大きさで、3台のタービンが原子炉につながっている。 369本の燃料集合体を持ち、それぞれ U235 を17から26%含む127本の燃料棒からできている。比較として、ロシアの一般な原子炉では U235 の濃縮は3から4%の範囲にある。BN-600 炉は液体ナトリウムを冷却剤に利用している。 多くのロシアの原子力発電所と同じく格納容器が存在しない。AMB-100 と AMB-200 の2台の初期の原子炉はベロヤルスクに建設されたが、すでに運転は停止され、2014年5月13日から解体作業が開始された。大型の BN-800 型の高速増殖炉は1987年に建設が始まった。 抗議活動によって1988年に進行は停止したが、1992年にボリ成立ンの命令で再開した。財政難によって計画の進行は遅れた。建設費は1兆ルーブルと見積もられ、新型炉は乏しい予算の中でも建設が進められた結果、2014年6月27日に、発臨海、2015年12月10日に、 送電網への同期を達成し、2016年11月1日から商業運転に移行した。BN-600 は、もともと2010年の廃炉が予定されていたが、新型炉の稼働までの電力需給ギャップを埋めるために2025年まで運転が延長される計画である。2013年2月15日には、すぐ近くで隕石が落下したが、この災害による影響はなかった。 ベロヤルスク原発では現在停止した2機の原子炉に2つの重大事故が発生している。1977年には AMB-200 炉で燃料棒の半分が溶融する事故が発生した。運転員は強烈な放射線にさらされ、修理作業に1年以上かかった。1978年12月には再び火災が発生し、この時屋根の一部が タービンのオイルタンク上に放落している。火災によってケーブルが切断され、原子炉は制御不能になった。炉心の冷温停止のため行動した8人が光線量で被爆した。その他、BN-600 では冷却系統からの液体金属の漏洩が起きている。1992年12月には原子炉で放射能汚染水の漏洩があり、 1993年10月には発電所内空調システムでの放射能濃度の増加が検知された。このため翌月には原子炉を停止させている。1994年1月と5月には火災が発生しており、1995年7月には再び冷却系統から液体金属が漏えいし、2週間にわたって運転が停止された。 これらの事故から発電所周辺の放射能汚染についての関心が高まっており、近年の放射線モニタリングの取り組みによっていくつかのホットスポットが発見されている。以下のような原子炉が存在する。a b ディスマンテリングオブボロイアスクユニッ k ビギンズ。ワールドニュ s World n u c 2015年12月24日閲覧ロシアセレブレーツツ t e s 2 i n d u s t ー y f アットボロイアスクアブニンスック。ワールドニュークリアニュース。2015年12月24日。閲覧。ロシアコネクッツ BN-800 ファースト。リアクトルツーグリッド。ワールドニュークリアニュース。2015年12月24日。閲覧。ロシア s ス BN-800 ユニット。エンターズコマーシャルオペレーション。ワールドニュークリアニュース。2016年11月4日。閲覧。 ロシア、試運転中の80万キロワット級高速路が定格出力で運転開始。一般社団法人日本原子力産業協会。2016年8月19日閲覧。ありがとうございます。